オリバー急がんかい。しずく待ってよ。もうすぐゴロネイル王国や。ん？ん？ん？お？どうしよう。逃げるで。ほな行くでよオリバー。え、待ってよ。これが二の国。せや、お前らの世界とは違うもう一つの世界や。ごめんなさい。おはよう、レイラおばさん。ああ、オリバー、おはよう。今日の分ならそこに置いてあるよ。うん。あ、それと、昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけど、あったかい？え、ほんと？じゃあ、手に入ったんだ。それで、マークはどこにいるの？今さっき、配達に出かけたところだから。まだその辺にいると思うよ。ありがとう、レイラおばさん。あ、お母さんによろしくね。うん、わかった。おーい、オリバー。こっちだ、こっち。ちょうどよかった。完成したんだ。じゃあ、おばさんが言ってた見せたいものって？もちろん、あれのことさ。すごいよ、マーク。で、どうするの？今夜、早速試運転だな。いきなり今夜。まずいよ、母さんに言ってないし。じゃあ、明日にするか？明後日にするか？やっぱ今日だ。じゃあこっそり行こう。ああ、じゃあまた今夜うちのガレージでな。うん。この少年が世界を救うというのか？はい、クリスタルの予言によれば。漆黒の魔導士、奴の力だけでは
世界は揺るがぬと。残念ながら。この少年の名は？オリバーと申します。オリバさん、戻ったよ。これ今日の分。ありがとう、オリバー。そのテーブルに置いといて。ところでさ、母さん。え、何？何か言った？母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ、今夜は早く寝ないとね。え？まあ、うん、そうね。そうなんだ。何よ、変な子ね。さあ早く食べて。早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。